愛の会社サーリネンは、フィンランド、パイアトイコールハメ県、ホロラ出身のクロスカントリースキー選手。サーリネンは1998年3月7日に、地元、フィンランドで行われたラハティスキーゲームズで、クロスカントリースキーワールドカップにデビューしたが1 5トル5 1位に、終わった。地元開催の2001年、ノルディックスキー世界選手権代表となり、 個人スプリントに出場したが11位に終わった。2003年3月8日のホルメンコーレンスキー大会3 0トルでワールドカップ初の3位入賞2006年のトリノオリンピックではチームスプリントで銅メダルを獲得1 0メートルとリレーのない3 0トル1 7位個人スプリント26位の成績を残した。 2007年のオルディックスキー世界選手権ではリレーで金メダルを獲得 30km4 位、パシュート6位、個人スプリント18位、10km 途中期権。2007年3月17日のホルメンコーレンスキー大会 30km でワールドカップ初勝利を挙げ総合5位となった。2009年のオルディックスキー世界選手権では自己最高の成績を残した。 10km、チームスプリント、リレート3つの金メダルを獲得、パシュート銅メダル、30km7 位入賞。またワールドカップでも、自己最高の総合3位となった。2010年バンクーバーオリンピックではリレート 30km で、銅メダルを獲得し、パシュート5位入賞、個人スプリント13位、10km15 位となった。 2011年のルディックスキー世界選手権は、チームスプリント銀メダル 10km とリレーで、銅、メダル、パシュート8位、30平方キロメートル3位だった。ありがとうございます。